はい、始まりました。今日はゴーザントドロク3パック、サイバー人軍5パック開封動画ということでやってまいりたいと思います。で、バトスピの100円ガチャ、1回だけチャレンジしたんですけど、こんな感じでした。クズでしたね。ダメだった。エムレアぐらい当たるかなと思ったんですけど。はい、これポイントですね。10ポイントですけど、まあ、あの人1名様にプレゼントします。動画止めて打ち込んでください。じゃあ、もう、8パックですね。今日は開封していきましょう。まず、ゴーザンから今日はね。まあ、サイバー人軍の方は一応白竜狙いで、今日も5パック買いました。ブラックドラゴンデスファング。タラスク。センターソード。おー、アイスブレイドジョーカー。アイスブレイドジョーカーって、あの、トリシューラに似てるよね。2パック目。いきますか。まあね、ゴルドがね、出てくれるといいですけど、3パックで出るほど甘くないと思ったんですけど、なんとなくちょっと金の余裕がね、厳しくなってきたんで、3パックに、にしました、鉱山は。かわすか。デスグリップいいね。なんかいいカードが今日は次々と当たるような。アイスブレイドジョーカーにデスグリップ。なんかちょっと変な切り方になりましたね。カードは大丈夫です。聖杯。あー、ケイトス。ダメだった。ってことで、まあこっち5パックに期待しましょう。では、サイバーニング。さあ、これに白竜の盾が入ってることを祈ります。ドランティス。バルバトス。黒勝ち。お！飛剣星砕き来た！超勝ち来ました、いきなり。これはこの先ちょっと期待できるぞ。3パック、あー違う、5パック目。まあだけど、サイバー人間2パック目ですね。アームド装兵か。キャスリング。信玄。うつせみいいですね。おお、残滅忍者。斬撃アシュラマル来ました。いや、もう、刀ワールド作ってる人は、うわーってなる。うわーってなるな、これ。何一人でテンション上げてんだっていうね。演武。アフターナイツラバー。ガンロット。お、右打ちいいですね。アルティメットバディ。この後に及んでアルティメットバディか。まあ、いいカードだけど。アルティメットバディ、まあ、入れる人もいるけど。はい、ポラリオス。ギャンビット。バール。シトリー。はい、アーマナイトイフリートでしたね。結構いいカードです。貫通持ってっからね。はい、ラスト。でも今回結構いいの当たったんで、まあもういいでしょう。刀ワールド。なんか刀ワールドまず最下今回は。これにまさか、あれが入ってたりして。なんちゃって。はい。はい。うつせみまた出た。上巻。今回、刀ワールド結構いいの出てますね。うつせみが。うつせみが2枚出てる。白竜出なかったな今回も。残念。うつせみ2枚も出ました。まあでも今回、アシラマル強いしね。はい。で、何よりこれ星砕き出ましたから、いいんじゃないの？今回良かったんじゃねえかな。ライフ1払ってもいい。君の手札すべて捨て、相手の場のモンスターすべて破壊する。はい。結構強いのが来ました。星砕きは、相手が魔法を使った時に発動できますよっていう必殺。はい、まあ嬉しかったですね、この2枚。で、まあ今回はこれで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。まあまた明日ね、開封動画出すんで。まあなんか、ゴーザンの方はアイスブレードジョーカーと、良かったのは、デスグリップでしたね。あとそんなに、あんまりいいのなかったけど。はい、ってことでした。